リンリン、ハローパルダレール、リンリンパラレルのリントです。はい。今日はね、こちらの、レビューというか遊んでいこうかなというところでございます。ということで、コンプリートセレクション、モディフィケーション、ディケイドライバー、バージョン 2&ケタッチということでね、こちら遊んでいきます。で、前回開封レビューという形で、その時知っていた情報をもとに開封だけして遊んでたんですけれども、実際にね、説明書の方にいろいろ書いているので、そちらの方の遊びをやっていこうかなと思います。で、今回なんですけども、ほとんど、YouTube、Twitter とかでチラッと見たのはあるんですけども、基本的にはほぼ初見で遊ぶ形になるので、その光景をすべて、動画に収めていこうかなと思います。なので、特にカットとかね、なしのすごい長い動画が1本上がります。で、ケタッチとディケイドライバーと、あと、一緒に届いている、ここにありますね。こちら。ディケイドカードのね、ディケイドカードセットの、エクストラもあるんですけれども、全部一緒くたに遊んでいこうかなと思います。なので、欲張りセットだと思ってください。プラス、まあ、なかなか動画を撮る時間がね、ちょっと撮れなくて、それもありますので、全部一緒くたにまとまった動画になってます。なので、そちらだけご了承いただければと思います。簡素にまとまっている動画を見たいという方は、他の YouTuber さんの動画を見ていただくのがいいと思うよ。ということで、早速見ていこう。はい、ということでね、ここに今もうすでに並んでるんですけども、後ろに、こちらね、ネオ・ディケイドライバーと、ディケイドライバー21、ね、21もあるんですけれども、まあ、この辺は、特に遊ばないんですけど、確認用としてね、置いてます。結構ね、見た目も変わっていて、まあ、この辺のね、ディティールっていうのもちょっと変わってるみたいで、こういう感じで見るとね、ディティールが少し変わっていて、ここの、顔の部分って言ったらいいのかな。線の太さとかもね、全然違うんですよ、ここの。なかなかここまでやってるなんて意外ですね。で、先にディケイドライバーの方から遊んでいこうかなと思います。こっちもね、結構変わってて。まあ、って言ってもね、ここがメタリックになってたりとか、この中のところがね、クリアレッドになってたりっていうところが大きな変化かな。あとは、ちょっと合金が使われてるので、重たいっていうところですね。まあ、バージョン1の方持ってはいたんですけれども、そちら手放してしまって、で、過去にその動画は上がってます。私の動画の過去を遡っていただくと見ることができるかなと思います。じゃあ早速、これね、遊び方がいろいろあるみたいで、セリフモード遊びと、変身遊びといろいろあるんですけれども、電源はこの中にあります。で、ここはセリフボタンになってて、こっちは BGM ボタンになってるんですけど、普通にやると、普通の変身モードの通常モードですね。で、こっちですね。こちらを押しながら開くと、はい、こんな感じ。変身って言って、セリフモード。今回はセリフモードで遊んでいきます。で、セリフモード中にですね、ここのボタンを押すと、ベルトに装着する時の音声が流れます。通りすがりの仮面ライあ、ダ違う。ー、オッケー。長押し。単押しだとセリフなんで、ちょっと単押しは後でやるので、もう一回長押ししますね。こうやってつける音がなると。あ、来た。こんな感じで、桃太郎ス乱入モードというのが入ります。これはあれですね、ディケイド&電王の、鬼ヶ島の戦艦で、の時のワンシーンを再現したものになってます。で、この状態で、ディケイドのカードを、入れて、変身！はい。ということで、行くぜが流れる、司に憑依した状態の遊びのモードも楽しめます。
これはすぐ流れてよかったです。よし、じゃあ早速ね、セリフモードからやっていきましょう。セリフがですね、全199音あります。じゃあ199音1音ずつ聞いていきましょう。通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけ。まあ有名なことセリフですよね。変身。はい、次、これは2音目、次3音目。ちょっとくすぐったいぞ。はい、よく言っているセリフですね、ファイナルフォームライトの時に。俺はただ取りたい、だが世界が俺に取られたがってない。勝手に歪んじまう、街も光も人も俺から逃げてく。ここも俺の世界じゃない。はい、第1話のセリフですね。まあ第1話からの順番のセリフになっております。ああ、だいたいわかった。はい、これも有名な司のセリフですね。次、夏美かん、離れてろ夏美かん。こんなもんなのか、世界が終わる日っていうのは。夏美、それを渡せ、世界を救ってやる多分。はい、これで初変身のところですね。なぜだ、俺は戦い方を知っている。はい、これも変身した後ですね、すごい滑らかにいろいろフォームライトして戦いましたね。お前、俺が世界を救えると言ったよな、なぜ俺だ。はい、ここはですね、紅渡るに世界の破壊者ということを言われたところですね。そして世界を9つの世界をめぐって世界を救えみたいな感じでね、言われるところでの後ですね。9つの世界か、取ってみるか、すべての世界を。そうすれば。はい、これもその後のセリフですね。クーガの世界か。はい、これでクーガの世界にロールカーテンがね、夏美がいた光写真館かのところで、クーガのタペストリーがダラダラダラってロールカーテンが開いてっていうところの後ですね。俺もあんたと同じようなことを考えていた気がするよ。人間とは戦い合うしかない、すべてを破壊する、そんな存在だと。はい、で空間の世界入ってからのセリフがここから流れてきますね。この世界が俺の死に場所か、ふざけるな。違うな、この男が戦うのは誰も戦わなくていいようにするためだ。自分一人が闇に落ちたとしても誰かを笑顔にしたい、そう信じてる。こいつが人の笑顔を守るなら俺はこいつの笑顔を守る。知ってるか、こいつの笑顔悪くない。いいセリフですね。小野寺空が小野寺雄介に対してね、言うセリフですね。通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけ。雄介、行くぞ、これが俺とお前の力だ。行くぞ、もう用はない、俺たちのこの世界での使命は終わった。キャッスルドラン、牙の世界か。はい、次は牙の世界ですね。ガキがお尻ペンペンしないとわからないみたいだな。はい、これも牙の世界に入ってからですね。なんだか面白くなってきやがった、いくらでも相手になるぜ。心配するな、その時は俺が倒す。俺は破壊者、悪魔だからな。そいつは信じている、起きてよ、人間とファンガイアは共に生きていけると。それでも信じている。お前は諦めた、自分の弱さに負けて起きてを否定した。だが渡るは信じる者のために戦える、それが王だ、王の資格だ。いい加減目覚めろコウモリ。お前は望んでいたんじゃないのか、渡るがお前が失った夢を叶えることを。通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけ。結局俺はただの破壊者か。ここも俺の世界じゃないらしいな。俺は夏美館の弁護士で仮面ライダーだ。はい、こっから龍騎の世界ですね。ここがミラーワールドか、なかなか楽しいね。コウモリにはコウモリってね。
はい、これはナイトと対峙した時ですね。牙に変身して、戦うあのシーンですね。かっこよかったですね、あそこも。そういうの、こっちにもあるぜ。俺は、人を信じることができない。人の痛みを感じることも。だから、ユースケが信じることを、俺も信じるだけだ。あいつは優しいだけが取り柄の、バカだからな。過去と未来の蒲田が、一つに。まさかこのセリフ入ってるとはね。合体したけれども。俺たちは時に、自分一人のために戦う時もある。この手で。だがこの手で、相手の手を握ることもできる。その時は俺たちは弱くても、愚かでも、一人じゃない。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。これからが本当の戦いだ。シンジ。ブレイドの世界か。シャッターが切れねえ。どうやらここも、俺の世界じゃなさそうだな。はい、で、こっからブレードの世界ですね。しょうがねえ。俺が料理してやるか。コックだけにな。これなんか高いところにいて変身して降りてくるところだったような気がする。新しい調理法だ。はい、これは龍儀に変身してストライク弁当でやった時かな。で、レア、ミディアム、ウェルダーみたいな感じで言ってた気がします。俺ほどハートフルなライダーはいないぜ。ハートのライダーさん。カリスに会った時ですね。違うな。少なくともこの男が働くのは、金のためでも、ランクを上げるためでも、まして、社員同士の生存競争で仲間を蹴落とすためでもねえ。進化だ。失敗しても成功しても、共に働く仲間を励まし、助け合い、一緒に進化していく。そのために働いてるんだ。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。カズマ、行くぞ。世界は知らんが、あの社員食堂は救われたかもな。カズマが俺の魂を受け継いでくれる。さてと、俺もさらなる進化のために旅に出るとするか。はい、で次はブレードの世界から、オルフェノク、ファイスか。はい、ファイスの世界ですね。俺はあんたの邪魔をすることに決めた。ファイスの正体は俺が暴く。俺はこいつの顔を取ってみたくなっただけだ。それにこいつはもうこれを捨てた。こいつにはこんなものよりももっと大切なものがある。ファイズギアよりずっと大切なものが。それだけは捨てられないはずだ。オルフェノクだ人間だなんてものは関係ない。こいつはただ自分にとって大切なものを守ろうとしただけだ。ちっぽけだから守らなくちゃいけないんだろ。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。光の輪、確かアンノウンだったな。とりあえず倒しておくか。はい、ここでクーガから、クーガじゃない、アギトの世界ですね。おとなしくしてろ。獣には獣か。あ、これ何を使ったシーンだったかな。ちょっと覚えてないな。待て、俺はこいつを守る。ちょうどいい。カイト、お前の邪魔もできるらしいな。だったら大歓迎だ。あいつが死ねば、ヤシロはまた笑顔を失ってしまう。ヤシロの笑顔が、お前の望みじゃなかったのか。ぼやっとしてんなよ。アンノウンがあいつを追ってる。なぜなら、人は愚かだから、か。ああ、確かに愚かだよ。死んだ女の面影を追って、すべてを捨てようとしてみたり、大切な人を巻き込まないために、自分一人で逃げ続けたり、な。愚かだから、転んで怪我してみないとわからない。時には道に迷い、間違えたとしても、それでも旅をしている。お前に道案内してもらう必要はない。正一、これがお前の本当の力だ。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。もう G3X はいらない。この世界は、この世界の仮面ライダーが守る。チケットだ。時を超える列車、デンライナーの。つまり、それに乗って旅をしろってことだ。おい、お前ら、人の体で遊ぶんじゃねえ。お
前ら全員出ていけ。めちゃめちゃ憑依されているシーンですね。答える必要もないな。変身。夏みかんは返品してもらう。何してんだ。子供だって欲しいもののためならもうちょっと粘るぜ。実態を取り戻したいなら自分でイメージしろよ。簡単な話だ。できる。最初は人のイメージでもお前の中にちゃんとお前がいるはずだ。カイト、こいつはただのイマジンじゃない。こいつはバカだけど案外優しい一面もある。取り付いた奴の体に気を使うぐらいにはな。実体なんかなくてもこいつはちゃんと存在している。何しろ俺が知ってるんだからな。桃太郎す、通りすがりの仮面ライダーだ。覚えなくていい。実体があるとかないとか関係ないんだ。存在することには。まったく、お前はイメージ貧困だな。兜の世界か。はい、ということで兜の世界に入りましたね。だからナチュラルに電王の世界入って、そのまんま、兜までやってしまいましたけれど。じゃあ、兜の世界から行きましょう。もう、まだね、76音なんですよ、ここで。次が76音目です。兜か。早すぎて見えないが、この世界のライダーだ。虫相手なら、こっちも虫だ。これ、クーが使ったんじゃなかったかな。で、クロックアップに対して、ペガサスを当てて、ペガサスでの超能力で、実体を捉えるみたいな戦いをしてたような気がする。ちょっとうろ覚え。クロックアップか。ならこれだ。新しい力を試してやる。手始めに、これだ。ああ、これあれだね。電王の、俺、参上を使って、その後、答えは聞いてないって。何か質問されたか？っていうあのシーンのやつですね。じゃあこれだ。あ、じゃあこれだ、あったわ。で、この後に、答えは聞いてないって言って、俺たち、何か質問されたかっていう、あのシーンだね。そうかな？とも限らないぜ。付き合ってやる。10秒間だけな。はい、アクセルフォームですね。あのシーンは良かったね。まさかね、クロックアップに対してのアクセルフォームを使ってのあの高速の戦いね。いやー、まさか見れるとは思わなかったね。めちゃめちゃ良かった。夢の戦いでしたね。消えるのはお前の方だ。おばあちゃんが言っていた、つゆの味は目で見ただけではわからないってな。見かけに騙されるな。そう、兜のね、人の掃除がね、ワームにもなっててね、掃除のワームがいたんだよね、そういえばね。そうそうそう。で、しかもそう、掃除の役の人がね、この間まで、前回じゃあの、お父さん役の人がね、掃除やってましたね。違うな。この世に一箇所だけ。たとえ世界の全てを敵に回しても、家族の帰りを待ってる場所がある。そしてこの世に一人だけ。たとえ世界の全てを敵に回しても、家族のために戦う男がいる。この男は誰にも声が届かない世界で孤独に耐えながらみんなを守ってきた。誰より強い男だ。同じ顔をしているが、お前はこの男の足元にも及ばない虫けらだ。ワームだから虫けらですね。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。どうかな。俺は全てを破壊する。システムを破壊すればあんたはまた永遠の孤独に戻ることになる。いいのか？それがあんたたちの絆か？響きの世界か？はい、響きの世界に入りました。が、まだ89音目。めっちゃあるね。199あるもん。少年、本当の戦い方ってやつを見せてやるよ。いきなり出番か。大師匠も楽じゃないな。武士には闘牛士か。闘牛士でダメなら金太郎だ。音劇道と矢のことを真剣に考えてるのは誰だ。お前たちは師匠なんだろ。弟子たちの未来、音劇道の未来、お前たちが決めてやれ。カイト、俺のセリフ奪ったな。やるんだ、スム。このままじゃ響きの魂まで失われるぞ。この世界はあいつに任せておけば大丈夫だろう。だが
俺の世界は、いや、確かに9つの世界を巡る旅は終わった。だが、俺は一体何のために？結局俺は何も見つけることができなかった。はい、響きの世界が終わった後ですね。ならば教えてほしいな。旅が終わり、俺が得たものとは何だ？俺の生きるべき世界。気に入らないな。人の人生を勝手に決めるな。違うな。人は誰でも自分のいるべき世界を探している。そこは偽りのない日の当たる場所。そこへ行くために人は旅を続ける。そして旅を恐れない。そうだよな、夏みかん。その旅を怪我したり、利用したりする権利は誰にもない。やはり俺は、通りすがりの仮面ライダーだ。世界は9つだけじゃない。世界はもっとたくさんあるということだ。俺たちの旅は、まだ終わってはいない。行くぞ。新しい旅の始まりだ。はい、ネガの世界を越えた後ですね。カイトの世界。今までお前のことを、ただのお宝マニアのコソ泥だと思っていたが、昔は信じるものがあったんだな。だがお前は、その信じるものに裏切られた。はい。カイトの世界という名のブレイドの映画の世界みたいな感じでしたね。お前は自分で自分のことを信じることができない。だからお宝を集めることで、そんな自分をごまかそうとしていた。違うか？わかるさ。お前は兄貴を助けることで、自分を取り戻そうとしている。まあ、それはそれでいい。俺も夏みかんを助けたい。この際だ。一緒に手を組もう。俺は、お前を信じている。なぜなら、お前の弱さを知ったからだ。俺とお前が手を組めば、お前はお前自身を信じることができる。その気持ちは、お前が好きなお宝だ。行け、カイト！その通りだ。お前は人間の目を閉じ、耳を塞ぎ、心を消した。人は自分の意志で生きなければならない。どんな世界でも、その意志は枯れない。お前は一番大事なお宝をこの世界で手に入れた。もう盗みをしなくても済むな。何の世界か知らないが、この俺の役割を黒子に振るとはな。いい根性してる。真剣じゃか。確かに、この世界では、仮面ライダーは必要ないらしいな。そう、まさかのね、その時やっていた戦隊とのコラボが実現するっていうね。しかもそのコラボが、ちゃんと世界を巡る旅になってたんだよね。真剣ジャーの世界。よかったね。いやー、かっこよかったよ。との、もうあのね、シーンはよかった。この世界を守ってんのはあいつらだ。っていうか、今までも必要な世界なんかなかったのかもな。おいおい、主役の登場を盛り上げすぎだろ。ライダーは必要なくても、この俺、カードや司は、世界に必要だからな。殿様、ここは勝って帰んねえと、じいさんが泣くぞ。多少の無理はさせてやれ。じいさんなりの戦いなんだろ。お前らの帰る場所、守ってんだからな。もう最高だよね。松坂桃李くんとさ、井上雅宏くんがさ、一緒にいるんだよ。やばいよね、あのシーンね。めっちゃかっこよかった。いやー、ちょっとところどころね、うろ覚えなのがあるんで、TTFC で見返したいところですね。せっかくだが、この世界に居つくつもりはねえな。何しろ俺は、通りすがりの仮面ライダーだ。RX の世界か。そう、まさかの昭和ライダー。まあ、RX はね、昭和のような、平成のようなって言われてるから、多分ピックアップされたのかもしれないんだけど、まさかの倉田哲夫さん、宮城幸太郎が出てくるんですよ。あ、よかったね。俺は全てを破壊する。そばにいれば、夏美も。いや、祐介はここにいろ。足手まといだ。夏美を頼む。この世界は、南光太郎ってことは、ここはまだ RX の世界なのか ?RX じゃない !RX の世界の南光太郎は言ってたぜ。仲間のためなら、一生戦い続けるって。たとえ勝ち目がなくても、
戦わなければならない時がある。この男はそうやって一人で戦ってきた。大切なものを取り戻すために。確かに一人では無理かもしれない。だからこそ助け合い、一緒に支え合う相手が必要なんだ。世間ではそれを仲間というらしい。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。大体はな、命を取ることができるなら与えることもできるはずだ。夏美には言うなよ。アポロガイストが出てきたあたりですね。いやー、厄介な敵だったね、アポロガイスト。アマゾンの世界か。お前は人の命を吸い取らなければ生きながらえないんだってな。じゃあこうしよう。残念だったな。相手が10面機ならこっちは3面機だ。こっちは三面機だわ。何を使ったんだ？ああ、やばい。何を使ったか覚えてない。え、電王を使ったっけ？あれ？やばい。三面機、何を使ったっけね。ちょっと思い出せないんで、コメント欄にお願いします。あと、見返します。迷惑だと思ってるんならやめるんだな。迷惑な存在なのだって言ってたもんね、アポロガイソンね。お前らが作った世界は最悪だ。人が人を疑い、誰も信じることができなくなった世界。だがこの男は違う。この最悪な世界でも、信じることを忘れなかった。だから本当に信じ合える友達と出会えた。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。この世界での戦いはまだ続くだろうが、あいつがいれば大丈夫だろう。俺の旅、俺のゴール、俺は誰だ？何者なんだ？月影、すべてのライダーを集めろ。誰が一番強いか、勝負してやる。はい、来ました。映画ですね。想像は、破壊からしか生まれない。それが俺の選んだ道だ。いやー、大ショッカー、よかったよね。妹、仲間、全て失った。俺はどうすればいい？勇気上司、ちょうどいい。消してくれ。どうせ俺にはもう何も残ってはいない。俺はライダーたちを潰した。せめてもの償いだ。はい、勇気上司、ガクトですね。あのシーンも良かったな。あの手をね、こう、ヒュッてこういう風にやって、こう殺そうとするシーンがあるんですよ。このシーンがね、なんかね、ロボットっぽいこう手の動き、あの、片方がね、あの、サイボーグっていうか改造されて、あの、義手をつけてるんだけどね、その義手が、こう、ウィーンって動くあのシーンがね、かっこいいのよ。俺は全ての世界から拒絶された。どの世界も俺の世界ではない。言い換えれば、どの世界も俺の世界にできる。とりあえず俺の世界は、俺が肩をつける。だから、大ショッカーは、俺が潰す！いいね。違う。お前は作用を巣に閉じ込めてるに過ぎない。かつての俺と同じだ。本当は俺はこう言うべきだった。作用、お前も飛べる。自分の翼で、巣から飛び立つことができるんだ。俺と一緒なら、飛べる。大丈夫だ。今度は俺がそばにいる。さよ、緑のライダー。黒、緑だろ。はい、ダブルが出てきたシーンですね。そしてダブルがそれに対して、どっちもだって言うんですよ。あそこもよかったね。仮面ライダー、ダブル。みんな、行くぞ！ああ、旅が教えてくれたんだ。人と人とが出会い、一緒に生きることの素晴らしさを。さあな。世界は無限に広がっている。ここは、ライダー大戦の世界。俺は全ての破壊者だ。俺に触れるものは全て破壊する。覚えておけ。はい、こっから最終話付近に入りましたね。その記念日を命日にしてやるよ。その言葉、覚えていてくれたんだな。カズマ、行くぞ。カズマが、ブレイドの世界が完全に消えた。他のライダーの世界も全て消えかかっている。
界が融合すれば、俺たちの巡った世界は全て消え去るということか。だとしたら、俺たちの旅は一体何だったんだ。俺は全てを破壊する。死ぬのは奴らだ。もしも俺が死んだら、世界はお前にくれてやる。だが夏美たちのことは頼む。こんなことを頼めるのは、お前だけだ。はい、これ、カイトに言うシーンですね。たとえ世界の全てを敵に回しても、たった一人を守るために戦う。それが仲間ってもんだ。俺たちは仲間だ。だから守る。それだけのことだ。俺たちはこれからも旅を続ける。世界の壁を越え、仲間を作る。その旅はやがて、未来を変える。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。結局こうなる定めか。変身。来るなら来い。すべてを破壊してやる。はい、これが最終話の、ライダー対戦がね、勃発して終わるところのセリフですね。脳書きはいい。かかってこい。カメラはもう必要ない。世界だろうが何だろうが、打ち当たる壁は正面からぶっ飛ばす。はい、これは最終話の続きの時のあの映画のやつね、映画のタイトルちょっと忘れちゃったんだけど、それだよね。アルティメットだがなんだか知らねえが、俺はすでに究極を超えている。俺が消してしまったライダーたちを、お前が覚えておいてやってくれ。受け取れ。俺は、戦うことでしか、ライダーたちと向き合うことができなかった。俺を倒すのが、お前でよかったよ。夏美くん。はい。夏美がね、仮面ライダーキバーラに変身して倒したところですね。夏美。ユウスケ。カイト。ナルタキ、ショッカーになってまで、ディケイドを倒したいか。ああ。俺はこれからも、世界をつなぎ、物語をつなぐ。それこそが俺の旅。ディケイドの物語は、ここから始まる。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ！諦めるか！俺が、自分と向き合ったもののことを、忘れない限り！覚えておけ！俺は、通りすがりの、仮面ライダーだ！来たな、仮面ライダーダブル。力を貸せ。あ、そっかそっか。この物語は仮面ライダーダブルとのメガマックスだっけ、ムービー対戦だ。ギガマックスとかになってないのか、ただのムービー対戦か。そうだそうだ。ムービー対戦でダブルの話と、ディケイドの話で、最後二人で戦って、ダブルに対して、ちょっとくすぐったいぞってやって、サイクロンサイクロンジョーカーを出すんだ。そうそうそう、それだ。その映画のやつだね。ああ、ちょっとくすぐったいぞ。ああ、俺は旅を続ける。なぜなら、旅そのものが俺の世界だからな。よし、行くぞ。すべての戦隊は俺が倒す。あ、スーパー戦隊対仮面ライダーのあれか。カードやつかさだ。覚えておけ。ライダーとスーパー戦隊。この戦いで負けた方が滅びる。悪を倒すためなら、どんなに汚れた泥でも被る。それが、本当のヒーローってもんだろ。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。おー、ちょっと悪っぽい感じに寄せてるんだね、喋り方もね。ここがウィザードの世界か。あー、演技が上手くなってきて、すごいこうドスが効き始めてる時の司だね。で、ウィザードの最終話のところね。そうか、大体わかった。ある人が言った。俺たちは正義のために戦うんじゃない。俺たちは人間の自由のために戦うんだと。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。俺たちはいつでも旅の途中だ。またどこかで出会ったら、そん時も一緒に戦おう。お前が俺の旅を終わらせてくれるのか？歓迎するぜ。誰からも相手にされないよりかマシだからな。
これあれか。ガイムとのやつか。平成ライダー対昭和ライダーだっけ。あれのやつだ。フィフティーンとの戦いの頃だ。邪魔なのはお前だ。母親の誤解を解きたいあまり、物をひっくり返す力まで得た。願いの強さがわからないのか。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。フィフティーンだかなんだか知らないが、数が多いだけで偉そうに。急いで平成ライダーを集めるぞ。シューの願いを叶えてやるためにもな。昭和ライダーと平成ライダーは、所詮戦う定めってことか。確かに俺は世界を旅し、多くの仲間と出会ってきた。その中にはすでに死んだ者もいる。だが俺はそいつらのことは忘れない。この胸に、永遠に刻み込んでおく。死に場所を探す旅が、俺の生きる場所だと分かった。だから、俺の旅は終わらない。ナルタキ、俺もそう思う。ああ、これナルタキがね、仮面ライダー、なんて素晴らしいんだの後ね。ナルタキ、俺もそう思うっていうあのシーンね。そして、次が、これでね、199音終わりです。199音を鳴らすのに、ね、ちょこちょこ私も喋ってましたけど、30分くらいかかります。やばいね。これ多分1時間くらいの動画になるよ。ご勘弁ください。では、BGM 遊び。こっちで BGM が鳴ります。鳴らしてこう、何音が。これまでの仮面ライダーディケイドはっていうあらすじのところのドラマのあらすじで、次がはい、ジャニー・プリンス・ザ・ディケイド、ガクトさんが歌っていたオープニングですね。見上げる星、それぞれの歴史がかっこいいね。星座のよう線で結ぶ瞬間始まるね。かっこいいね。で、次が、ヘルワールド。新しい世界とかに行った時のすぐに始まったりとか、あとは結構モンスターとかね、敵が出てきてる時になってることが多かったね。これはね、モンスターが暗躍してたりとか、謎がこういろいろ出てきてる時に流れてた気がするね。で、これがモンスターワールド。これ、いわゆる説教 BGM じゃないか。これじゃない。もう片方が説教 BGM か。でもここでも説教言ってた気がするんだよな。行くぞ、ユウスケ。変身みたいな感じね。これがね、バトル、つかさ。あ、こっちが説教 BGM だね。これがパラレルワールド。で、次がディケイド。これは変身した後の戦闘中とかね、あとは戦ってる時のアタックライド、スラッシュとかアタックライド、ブラストとかを使う時の音だね。もうね、この曲が流れ始めると、あ、勝ったなってなる感じの曲だね。フォームライオンですね、この曲は。ちなみにね、このフォームライオンの時にね、ブラックが変身してるのが印象的だな、南光太郎と、南光太郎ね、ブラックと RX が出てきて、こうやって、ふぅってやるシーンとか、あと、こういうね、あのシーンのイメージがちょっとある。けど、合ってたかな。で、次が、ライザーウィンド。井上さんが歌っている、挿入歌ですね。
それも中盤ぐらいではね、それこそブラックとか、その辺あたり、ブラックが出てきたあたりとかから挿入歌で使われて、もうちょっと前だったかな。結構その辺から使われてたイメージ。中盤以降とかだね。探すさ。かっこいいよね。戦うこと、ライザーウィン。で、この辺がね、ディケイドの曲と似てるんだね、ちょっとね。で、次が、戦士の戦い。あー、ちょっと、あれだね、覚悟を決めた後とかに流れるような感じの曲だね、この辺ね。これは積極ビジョンのパラレルワールドの、さっきの短縮版で、これが通常版。で、次が、トレジャースナイパー。これは、ディエンド役の小谷君人さんが歌っている、挿入歌ですね。飛んでいくさ、強敵に決めたトレジャース他の誰にも渡さない、探し出したこの瞬間に狙いを定めて、世界輝ける。かっこいいよこの曲もね、ついドラムのリズムを刻んじゃったかっこいいんだよこの曲も。で、次が、バトルワールド。そこそこあれだね。来るなら来い、俺が、相手してやるんだって、そのセリフのところだよね。来るなら来い、すべてを破壊してやるか。その最終話の、ほんと、みんなでこう、ライダー対戦が始まった時に流れてた曲だね。これで、セリフが全部終わりました。ではね、カードがいっぱいあるんですよ。ね、カードもね、大変なのよ、めちゃめちゃあって。で、まあ、なるやつならないやつっていうのもあるのと、まあ、上から順番にやっていきたいんだけど、何が大変かっていうとですね、こっちのライダーカードのね、エクストラもあるんですよ。まあ、なので、エクストラも、やりながら、両方ともね、音は確認していきたいんですけども、まあ、まずはこちらからっていう形でいこうかなと思います。で、仮面ライダークウガから仮面ライダーキバンまでのいずれかを読み込んだ状態で、読み込んだ直後だね、に、ファイナルアタックライドをすると、必殺技が、ファイナルフォームライド時の音声ではなく、仮面ライドした時。なんで、クウガだったらクウガの状態でのファイナルアタックライド。が、なるらしいんだよね。だからね、そういうのもあるからね、難しいよね。どう見ていこうかな。でも先に、その、組み合わせの方をやっていこうか。ファイナルアタックライドと。で、その時に使うカードは、こっちの順番をばらすのはあれなので、ネオディケイドライバーについてきてた時のカードを使って音を鳴らしましょう。ただそうか。これアタックライド入ってないのか。ああ、そっかそっか。アタックライドのスラッシュと、アタックライドスラッシュと、アタックライドの、なんだっけ。名前出てこなくなっちゃった。アタックライドの、ブラストか、を鳴らした後も、専用音声になる、が鳴るみたいなんだね。なんで、それもやってみようかな。じゃあ、まず、これはもう一回やっちゃうと、もう。通りすがりの仮面ライダーだ。あ、おっしゃった。すぐなっちゃうので、じゃあスラッシュをまず入れて。で、こういうの効果音は、ディケイドブッカーにつくみたいです。で、ブッカーの方はこれからなので、届き次第またレビューしたいと思います。で、これをやってから、ファイナルアタックライド。
を入れます。ファイナルアタックナイト。はい、スラッシュ版のファイナルアタックライドになります。で、次がブラスト。で、このブラストにした状態でファイナルアタックライドに入れると、はい、これはブラスト版ね。で、ちなみに普通にそのディケンジャーにしてからファイナルアタックライドをやると、ディメンションキックの音声になりますね。じゃあこの調子でクーガからまずやっていこう。一手間ある方を先にやっちゃいます。一手間ない、ただカード入れてすぐ、音声発動するやつは、その後にやります。では、まず、クーガ。はい、この辺もね、旧ドライバーに合わせてるので、短縮版になってますね。ネオディケイドライバーになってからはですね、短縮じゃない音声がなるんですけれども、ちゃんと、白い時を準拠に作られてます。なので、白い時なんで、ネオディケイドライバーについてた、この辺、ゴースト、エグゼイド、ビルドとかね、まあ、ゼロワンはそもそもならないんだけど、その辺のカードは、入れても、反応しません。音は鳴りません。なんで、検証もして、しない予定です。で、クーガを入れた状態で、ファイナルアタックライドのクーガ。ファイナルアタックライド。なんとなくわかりましたかね。クーガの足に火をまとってる音が追加されてます。いや、いいね。実際に聞くのとはやっぱ違うわ。実際に聞くとめっちゃいい。アギト。で、アギトのファイナルアタックライド。聞こえましたでしょうか。最初の部分にね、トライホーンだよね。トライホーンがこうクションって開く音が入ってました。トライホーンで合ってたっけ。間違ってたらごめんなさい。ちょっとうろ覚えなのでね。クロスホーンか、トライホーンではないか、クロスホーンか。では次、リュウキ。では、龍騎のファイナルアタックライド。ドラグレッターのね、ドラゴンライダーキックのドラゴンのね、ドラグレッターの声が入ってましたね。いいね。では、次がファイズ。では、ファイズのファイナルアタックライド。ファイナルアタック。いや、ファイズのポイント、ピピピピピピっていう音が入ってるのがいいね。では、次はブレイド。マッハとか言うのかな。
では、ブレイド。さすがにそれはないのか。でもあのカードがキュンキュンキュンってなってあの体にこうまとわりつくみたいな音声は入ってるみたいですね。では次は響き。響き。鍛えてますから。あれ？OKOK。ちょっと入れ方が早かったみたい。シュッて。ファイナルアタックライド。めちゃめちゃいいじゃん。この響きの音劇曲がね、ふーん、ポンってくっつくところから始まって、で、その後あの、こう、ふん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 、はぁー、はぁーで終わるの。かっこいいね。いいね。いやー、カブトでもなんか一瞬な気がするな、それだけ言って。カブトってさ、背面キックじゃん。なんか一瞬で終わりそう。ね。だって、幼いもないから。ワン、ツー、スリー、ライダーキック、ガシャンみたいのがないからさ。一瞬だよね。では次は、デンオー。では、電王のファイナルアタック、ライド。ちゃんと電ガッシャーの音入ってたね。いいね。次は、木は、鎖が破けろ、鎖が破けたら、ほどけろとか。いや、すごい楽しくだね。では、木は。まあ、これがね、劇中再現なんだけどね。すげえ、木はの、ちょっと、音出しにくいけど、ティーレレレレレーっていう、キバットのね、フェッスルの音入ってるんだね。いいね。ちゃんと鎖がシャカ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 ってなる音も入ってた。いやー、いいね。で、一応念のため、検証も兼ねてやっとくと、ダブルはね、そもそも、こんな感じで。ピーピーピーってなって、なりません。いやー、いいね。はい。っていうところが、まず、固有のね、ライダーに変身した後に、ファイナルアタックライドをやると、なる音声です。じゃあ、もう上から順番にね、もう大量にカードがあるんでね、やっていきたいと思います。ちょっと下2枚は、下3枚は違うカードだね。この辺は。Kタッチのやつね。よいしょ。じゃあね、早速。劣化大残党からやっていきましょう。順番通り、入ってる通りに行きます。これは、まあ、開封レビューの時にも、やってはいるんだけど。はい。で、これはね、この辺押しても音は鳴らないんだよね。特に効果音とかね。
普通にセリフになっちゃうから、ちょっとくすぐったいぞ、こっち BGM 流れちゃうから。なんでもう一回聞きたい時には抜いて、で形になります。はい、レッカドイゾントゥーで次が、これはねブランクだからこの PPP がなります。でこの辺はさっき一通り鳴らしたから、クーガーから、ディケイドクーガーからは順番に、一回鳴らさず飛ばしていきます。アギと、リュウキ、ファイス、ブレイド、ヒビキ、カブト、デンオウ、キバ。で、こっからが新規のカードね。はい、ディケイドコンプリートフォーム。カードがペラペラペラってめくれる音声とかは入ってないです。で、次がクーガー、アルティメット。仮面ライド、クーガー、アルティメット。で、クーガーのアルティメットとかのカードに関しては、これ、今回の CSM のカードで、これが CSM じゃなくて、ネオディケイドライバーの方についてたやつ。ネオディケイドライバーじゃないわ。ネオディエンドライバーだわ、これは。強化フォームついてたの。なんだけど、ここのところのね、バーコードのところを見ていただくとわかるんですけど、マークが全く一緒なので、同じカードですね。質感とかも見る感じ、わかんねえや。同じ気がする。うん、同じ気がする。あー、でもね。やばい、同じ気がする。わかんない。あ、でも若干後ろのこのフォームって書いてるところのフォントが違うかな。この空、ここの下の、わかる。仮面ライドの下ね。の文字が、のフォントが違う気がする。おそらく、CSM についてきた方が、フォントが小さくなってます。横幅がね。っていう違い。他はほとんど変わんないかな。仮面ライド。じゃあ次、アギト、シャイニング。アギト、シャイニング。ちょっとね、混ざっちゃいそうなので、混ざってわからなくなりそうな人は、ここのフォントがね、少し小さいと覚えておいて、仮面、マスクドライダー、アギト、シャイニングフォームとかって書いてるところがね、ちょっと地詰めされてるというか、少しフォント小さめです。次、リュウキ、サバイブ。この辺はシンプルだね。次は、ファイズ、ブラスター4。結構シンプルだね。ちょっとこれね、聞き比べでやりたいんだけど、こっちだとね、結構音入ってるのよ。仮面ライド。ファイス、ブラスター、フォーム、アウェイクニング。そう、ブラスターフォームまでこっちは言うし、アウェイクニングっていうのも言うし、あと、音質がやっぱりこっちに比べるとちょっと気になるね。ちょっとなんだろう、割れてるというか。まあ、これはこれでいいんだけど、そういうところでね、音声は違いますね。では、キング。あ、ちなみにね、ネオディケイドライバーのそういうのもね、前に動画が一応上げてますが、まあ、見つからない可能性があるんで、普通に、有名な YouTuber さんのを見ていただく方がいいと思うよ。仮面ライド、ブレイキング。これも、シンプルだね。ちょっとこれも一回聞いとこうか。
あ、でもこっちカードの貼り付き音、カードっていうかこう、各、その、クレストにこう貼り、フィュンフィュンフィュンの音は入ってないんだね。よし。じゃあ、響き、アームド。結構豪華だね。では次は、ハイパー。いいね。では次は、電王、ライナー4。仮面ライダー、ライナー。では次は、キバ、エンペラー4。仮面ライダー、キバ、エンペラー。では、クーガ、ライジングアルティメット。レッドアイ。仮面ライド、クーガー、ライジング、アルティメット。かっこいい。ちなみにこのライジングってさ、こっち入ってんのかな？多分入ってないよね、さすがにね。仮面ライド、クーガー。扱いとしてはクーガと一緒だ。クーガとでも、違くない？カードの横のバーコード。違うね。あ、でもあっちでもクーガなんだ、これ。へえ、面白い。ちなみに、こっちライナー先にやってみるか。へえ、電王としては作られてる、ここのバーコードの状態みたい。へえ、面白いね。では、電王、超クライマックスフォーム。仮面ライド、クー王、スーパークライマックス。あ、スーパークライマックスなんだ、あれって。超クライマックスフォームだと思ってた、ずっと。いや、超で合ってる。超クライマックスフォームって書いてる。うん、ほら。けど、あれらしい。言うときは、スーパークライマックスらしい。では次、仮面ライダー1号。仮面ライダー。こっからが楽しみ。どうなるのか。すげえ！ちゃんと1号の変身音鳴る。もともとね、違うの。入れると、シャキーンで終わったの。昔ね、フォームライド音？フォームライド音と同じだったはず。あ、そう、これ。ドゥーンみたいな。で、終わりだったのが、ちゃんと変身音追加されてる。めっちゃいい。では次、2号。仮面ライド、あ、ちゃんと差別化されてるね。ちゃんと差別化されてる2号は2号で2号の専用音になってた。なんか同じなのかなって勝手に思ってた。仮面ライド、ボイスリー。わー。V3 はね、実は仮面ライドのベルト持ってたんですよ。なんでね、ちょっと音聞いたことある。なんで持ってたんだっけな。あれね、多分、うちのお母さんの妹の旦那さんか。が、なんか誕生日かなんかにね、買ってくれたんじゃないかな。なんかそんなような記憶。違ったかな？ちょっと、間違ってたらごめんなさい。次、ライダーマン。仮面ライド、スパイダーマン。ライダーマンってこんな音なんだ、変身音。へぇ、初めて聞いたかも。次は、X。X はわかるよ、カチャーンとね、セットアップってね。フィューンってなるよね。両方こうやって持って、マスクみたいなやつと、
セタップ、あの、ここの、顎にはめるやつをこう持って、で、顔にカチャンってやって、すると顔に、顎の下以外がね、こう、パコンってついて、うん、こう、ガチョンってね。で、最後、顎の部分を、こう、カチャンって上に上げるんだよね。アマゾンはね、あの、こうだからね。アーマゾーン、チュ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 ンっていう音が鳴るんじゃないかな。うん。思ったのとちょっと違ったけど、もうちょっと、キュ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 ン、キュキュキュンってなると思ってた。ストロンガー。ストロンガーはあの、手をこすって変身しますよね。なんか聞いたことある気がする。では、スカイライダー。スカイライダーがちょっと変身のポーズかわかんないんだよね。なんか空飛んだ感じする。ちょっとスカイライダーも詳しくないな。スーパーマンは、あの、少林寺拳法で戦ってるっていうのは、ちょっと知ってる。これあれじゃない？オープニングの時にも流れてたよね。あの、オープニングっていうか、タイトルが出てくる時にもね。ゼクロス。ゼクロスはね、ちゃんと見たことないんだけど、それこそ、昭和ライダー対平成ライダーの時に出てきて、こうやって変身、こうやって、ヒューって変身してたのを見た記憶があるよ。すげえ悪そうなやつに見えたけど、実は仮面ライダーだったって、変身する俳優さんがいかついんだよね。こんな音だったか。こんな音だったのかな。ブラックはわかるよ。キングストーンでこうやって変身するからね。あれ結構シンプルだ。ブラックの時だとこうやってね、ぐーって握って、シュッシュッシュッって変身するんだけど、その後、ベルトのところにこう、ズームっていうかドアップになって、キュルルルみたいな感じで音が流れるんだけど、結構シンプルになってる。まあそんなに、そっか、変身を入れれないか。あ、でもあれだね、有名なキロリウィンが入ってるのね。いや、これだってこっちじゃ流れないんだよ。変身を流れるってめっちゃいいよ。いつかネオディケイドライバーのさ、CSM が出た時にはさ、ちゃんと変身音フルで入るのかな、この辺。楽しみだな、それはそれで。変身音フル来たらいいな。では次、仮面ライダー、シン。シンってどんな変身音なんだろう。ガーッとかって感じじゃないだっけ。うなり声は入ってた。では、ZO。 そんな感じの音なんだ。 ZO と J もね、ビデオちゃんと見てきてくないんだよね。あ、ZO と J は似てるんだね。 J はこういう感じじゃんね。ん？こうか？ん？こうか？どっちか忘れちゃったけど。ああ、いいね。では次、スカル。スカルは、なんかギター音みたいなのが入ってるかね？ああ、ギター音とコウモリの鳴き声っぽい感じの音が入ってるね。で、次がブランク。これはブランク、多分一緒。そう。これディケードのブランク、クーガブランク、アギトブランク、リュウキ、ファイズ、ブレイト、ヒビキ、カブト、デンオウ、キバ。そしてスカル。ここまではブランク。こっからがホームライド。もう全然めっちゃあるよ。で、まだ
まだっていうか、こんだけあるのに、1時間も撮ってる。やばい。じゃあ、やっていこうね。こんなんめっちゃ楽しい。おお、いいね。ふぅー。このフォーンって鳴るのがね、もう鳴るだけでいいの。もうまたね、ネオ DK ドライバーの登場なんだけど。そう。ドゥーンで終わりなのよ。でもちゃんとね、一応ね、フォームライドとか言うんだけど。フォームライド。そう。そこら辺は優秀なんだよね。フォームライドとか。個別の認識はしてくれるんだけど、その後変身音がね、なかったの。それがね、今回入ったっていうだけでも。いいね。しかもね、シームレスなの。今まではカード入れて、ちょっとワンテンポあってから次の効果音だったのが、ね、わかる？そう、フォームライドっていうのね。そこがやっぱいいよね。そしてちゃんとタイタンの変身音だよ。かっこいいね。タイタンかっこいいよね、タイタン。私ね、タイタン好きよ。微動だにしないでさ、剣を持ちながら、こう、ドゥーン、ドゥーンって歩いていく感じ？走らないの。歩くの。剣持ちながら歩くかっこいい。では次は、ストーム。アギトですね。うわあ、いいね。ここのところが青く光って。かっこいいよ、ストーム。まあ、アギト、もう、かっこいいなと思ってるものを CS メーカー結局買ってないんだけどさ。ああ、フレイムの剣が出てきた音もあったね。かっこいい。次が、ファイズ、アクセルフォーム。そう、ライター好きなんだけどね。全部は変えん。あ、ちゃんとここの胸のところが開いた。ディケードはね、結構ね、井上くんが好きで、それの、まあ、井上くんのその推しっていうのもあって、やっぱディケードは勝っちゃったよね。次はロッドフォーム。あ、ちゃんと、あれなんだね、ロッドの固有音声最後になってくれるんだね。次がアックス。まあ、デオだとね、一番好きなのはデネブなんだけどね。あ、ちゃんと固有音が鳴るのいいね。では次、ウィング。ウィングも固有音入ってるんだよね、だからね。あー、いいね。ワンフレーズでも入ってるの最高。では次は、キバ、ガルル。あー、そうだね、狼の。入ってるね。ってことは、水っぽい感じのが入ってるのかな、バッシャーは。みたいな。あ、ちゃんと水のしぶきがこう、シャボン玉みたいのがふわーって上がってから、プシャーって、弾ける音声が入ってますね。では次は、どっか。いいねー。で、こっからがアタックライドで、スラッシュ、ブラストを使ったので、次は、イリュージョンから。あ、分身した。そういう固有音声入ってるのいいね。で、次が、インビジブル。インビジブルがいいかな。では次が、ギガント。ギガントだったっけ？
お、打つところまでちゃんと入ってる。いいね。次が、アドベント。アタックライド、アドベントだったっけ？どんな音声だったかな？アドベントは普通にアドベントって言ってたか。では、ストライクベント。ストライクベント。そう、手につけてね、こうやって。そっか、この辺はねちっこい感じじゃなくて、ナチュラルに言ってたんだ。では次は、オートバジン。オートバジンみたいな言い方だった。オートバジン。オートバジンになりましたね。次は、なんだっけ、サイドバッシャー。やべえ、ミサイル撃ちまくってる。サイドバッシャーだって平気だよね、これどう見てもね。かっこいいよね、でもこれあれなんだよ。これ、なんだっけ、横にサイドカーついてるバイクね。で、変身するんだよ。めっちゃかっこいいよ。次が、問題の音劇ブーレッカーにちゃんとなってるはず。あれこれ確認したっけ？前の動画で。ちょっと覚えてねえな。もともとはね、音劇ボーレッカーとかってバージョン1番になっちゃって、ちょっと嫌だったんだよね。いいね、いいね。しかも、ふんって言いながら、火を飛ばしてたね、音劇ボーレッカーで。はい。次がメタル。うん、硬くなってるね。マッハ。なんで響きとブレードがこれちょっとずれてるんだ？ブレード響きだよね。ってことは私がちょっと遊んでずれちゃったんだね。メタル、次マッハ。早いね。で、次が、え、鬼火。あら、3回も鬼火吹いたね。次が、クロックアップ。マッハより、長いね。次が、俺三条だったっけ？なんだっけ？言い方忘れた。俺三条。長いね。しかも、ちょっと、こう悲しい感じになってるのね。俺、三条って言った後に、BGM がずーっと流れるみたいな。いいね、いいね。次が、僕に釣られてみるですね。司の声でそれ言うのいいね。答えは聞いてないと俺参上やったけど、ここはね、カードがパラーって出てきただけで言ってはいないからね。僕に釣られてみると、泣けるでーっていうのがこう画面にパって、こう、スーって通るだけだったから。泣けるって言ってた。いいね。次が、
答えは聞いてない。答えは聞いてない。そんな感じ。答えは聞いてない。しかもちゃんとこういう音声流れるの。いいね。で、次が、つっぱり。ちゃんとやってた。ほう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 って。いいね。次が、うっちゃり。うわーって感じだね。次が、これ入ってたんだ。ガガの腕は。ここに。ユウのセリフあるの？アマゾンにこうカチャンってついたからか。そしてテレビくん。これいいね。いやいいね。テレビくん。そして次がオートバジンのブランク、ガガの腕輪のブランク。この辺はまあいいでしょう。では次。ホームライダー。ファイナルホームライダー。ちょっとくすぐったいぞ。あー、クーガゴーラムになりましたね。次が、ファイナルアタックライド。アギト、アギトトルネイダー。ファイナルホームライト。アギト。ちょっとくすぐったいぞ。ちゃんと固有音なんだね。次が、龍騎ドラグレッター。ファイナルホームライト。ちょっとくすぐったいぞ。おー、次が、ファイズブラスター。おー、ちゃんと固有音だね。出た、ブレイドブレード。ブレイドブレードね。最後、いやーも入ってたのか。ちゃんとあれなんだね。ちょっとくすぐったいぞーって、えって振り、カズマがね、振り返って、いいからっていうシーンも入ってるのね。芸が細かいね。井上さん本当お疲れ様です。こんないいもののためにめちゃめちゃ収録しただろうしさ、もう、嬉しい限りよね。金高になりましたね。響き音劇語、音劇子は音劇子なのか。響き音劇子と茜高になるよね。で、次が、兜。ん、ゼクター兜になるんだ、これは。ファイナルボーム。兜。ちょっとくすぐったいぞ。
はい。これでゼクターにね、変身しました。で、次が桃太郎っす。ファイナルホームライド。桃太郎っす。ちょっとくすぐったいぞ。ほら。なんだよ。わあ、ここまで入ってるんだ。ゆうすけに取り付いた、桃太郎に対して使って、ちょっとくすぐったいぞで、ポコンってやったら、ゆうすけがね、プルーンって出て、で、巨大化した風なね、撮影の状況だったんだけど、それを、こう、ちゃんと全部表現してるんだね。あのシーン、ワンシーンをね。めっちゃいいね。でね、しかもね、まか不思議、使ったことのない、電王のバージョンね。電ライナーか。ファイナルホームライド。ちょっとくすぐったいぞ。電ライナーが来る音がちゃんと入ってる。すごいね。電ライダーの音はこれで楽しめるよ。で、次がキバ。キバアローかな？ファイナルホーム。ちょっとくすぐったいぞ。ほら。おー。これも細かくね、っていうところも入ってるね。で、次が、オール。ルルルライダーだね。ファイナルホームライド。オーバーライダー。結構アカネタカの音が入ってるね。で、中がいい感じ。これ。あれ。ほら。全員のライダーズクレスト。こんな感じ。いやー、いいね。では次は、ダブル。仮面ライダーダブル、ファイナルホームライドとしか書いてないね。ちゃんと入ってる。いいね。そして、ブランク、ブランク、ブランク。全部ブランクかな、残り。ブランク、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 ブランク。あ、これはやったからいいとして、こっからは、普通にやると、ファイナル、フォームライドをした後の、ファイナルアタックライド。はい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 。ファイナルアタックライド、うんちゃん、ファイナルフォームライドを使った、クーガゴーラムとの必殺技ね。では次はアギトトルネーダーとの必殺技。ライドブッカー持ってたからか。ライドブッカーの音入ってるね。剣で、シューンって切ったような音。これは多分ね、ほぼほぼね、リュウキのドラゴンライダーキックで一緒だと思う。
では次はファイズブラスターなので、もうファイズのあの、ビヨーンっていうビヨーンかな。おー、ちゃんと武器から戻ったね。え、っていうことはブレードを戻るときなんか、みたいな、なんか倒れる感じの音入ってるかな。あ、その音入んないんだよね。で、響きですよ、問題は。あれが流れるんでしょ。ドゥン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 って。良すぎ、めっちゃいい。響きと、響きが太鼓になってる状態か。で、ディエンドとディケイドが太鼓叩いてて、横でザンキさんがこうやって、こうやってる横で、アマキと、イブキさんか、が、パラパラーってこう、パッパパ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 ーってやってる、あの、トランペットのところとね。いいね。語彙力がね。そうだ、ワン、ツー、スリーって入ってた。いいね、いいよ、これも。次が、電王。ゆうすけの声とかも入ってたら嬉しいのに、こう、電ガッシャがね、クーガーゴーラムのお尻にプスって刺さるんでね、うっみたいなシーンがあるんで。そういう音も入ってたら最高だったね。次が、キバ。言ってたわ、気張っていくぜって。
そう、牙の、もうほぼ牙だからね、あれね。次、アマゾン。そしてブランク、最後がこっちは、仮面ライダー、オールライダーだったかな、これも。じゃあファイナル仮面アタックフォームライドか。ファイナル仮面アタックフォームライド。豪華なカードで、とりあえずまずこのファイ、CSM、ディケイドライバーと K タッチについてたカードは一通り終わり。長え、これ2時間超の動画になるぞ。でも私がやりたくてやり始めたことなんで何も言いません。動画を見ている方は、ここまで見てくれてる人いたらありがとう、本当にありがとう。楽しくて楽しくて。いや、まあ動画分けた方がいいんだろうけどね、実際ね、こう視聴者さんのことを考えると、なんだけど、ちょっとね、やりやすい方法にしちゃいました。そして、カードがしまえません。カードが全然しまえない。カード入んねえの、これ。あー、入った入った。これはね、遊ぶときに出してっていう形にするので保管しときます。こんな形で。次、このエクストラね、こちらについてきたカードを、音を鳴らしていこう。エクストラの方になんでかね、このマークなんだよね。でもエクストラにこれ入ってないんだよね。エクストラの方のカードじゃないんだよな、普通に。うん。ファイナル仮面アタックフォームライドディケイドはちゃんと K タッチのこっちの付属カードだからね。では、ディケイド、劇場体から。あ、最後の効果音が違うと思う。シューンのところの効果音が違う気がする。シュシュシュって終わるんだけど、余韻があるこっち。うん、余韻があって闇に包まれてる感じ。で、最後、ここの部分の光が紫色が灯るような音がふわって入ってるね。芸が細かい。あとよく気づいたな。アルティメットのブラックはどうなんだろう？どう違うんだろう？うん。全然違う。最後のところが不穏な音になってるね。これ、アルティメットね。ちょっと豪華な感じの、ふんふんなのが、そこの部分がちょっと不穏な、ふんみたいな。そうそうそう。こう重厚感のある最後の、ふーんって、ちょっと低音の音が入ってるね。ちゃんと、あれだわ、差別化されてる。あー、こっちも多分低音が強くなってる感じだと思う。うん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 。多分合ってるよね。一応確認。これでね、全然違くねえじゃねえかってなっても嫌なんでね。あ、うん。横のバーコードも違うし。おー、こっちの方が正義な感じだよね。ちょっとこっちの方が悪そう。ヨガ大
かもその後のシャキーンの音がないんだ、こっちは。はい、キバ、ドガバキ、エンペラー。おー、エンペラーの感じの音なんだね。ストロンガーのチャージアップ。ストロンガー、チャージアップ。あ、チャージアップってこんな感じなんだ。では次が G3X。おー。おー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 。G3 マイルドもじゃ似てるんじゃない？ほぼほぼ一緒だ。GG の時間が短いのかな、ちょっと。いや、なんか一緒な気がする、その固有音は。ギルス。ああ、まあそんなもんだよね。次はギルス。エクシードギルス。この辺の変身音がシンプルだね。次がアナザーアギト。シンプルだ。次はナイトサバイブ。で、ちなみになんか普通の2号のやつはついてなくって、あと、ディエンドが召喚したライダーはこのカードにはついてなくて、おそらくディケイ、ディエンドライバーも、CSM 化バージョン2やるんじゃないかなって感じ。なんでね、ナイトサバイブがついてるけど、ナイトはなし。次、ゾルダ。でも、変身音は全部固有。なんで、その前で、カード抜いちゃいますよ。タイガー。次、エンペラー。インペラー。で、次が、ベルデ。はい。で、次が、オーディン。なんでね、そうそうそう。ライヤーとかもないのね。ライヤー、ガイ、オージャーとか、あとファムもないのか。それもディケイドじゃない、ディエンドが召喚してるんで。で、次がアビス。で、多分、オルタナティブとオルタナティブゼロは、変身音ちょっと違うはず。うん、ちょっと違うね。まあ、ここは固有だと思う。で、ギャレン、ジャックフォーム。なんでかね、ギャレン、ジャックフォームはこの普通の絵柄の方になってて、最強フォームじゃないから、ということ、らしい。よ。なんかあるんだよね。最強フォームはイラストが違うだっけ？あ、でも全部揃えてるんだっけ？あ、で、そうそうそう。フォームライドではなくて、こっちは仮面ライドになってるんだよね。理由が、そのライダーの中で一番強いやつはフォームライド仕様になるんだけど、一応そのライダー上一番強いのはジャックだからっていうこと。そう、本来はね、フォームライド系の最強じゃないやつはこういう感じのフォームライドっていうのになるんだけどね。それこそこの辺がわかりやすい。ガタックの、マスクドフォームとかはね、最強じゃないフォームのチェンジだから、なんだけど、ギャレンの中では最強だから、それは仮面ライドになるらしい。なんで、そうそうそう、カリスもね、最強フォームはこっちだから。っていう、そう、最強フォーム論争にケリがついたよね、一応ね。キングフォームは一応ないからね。まあ、キングフォームは、想像上ではあるもんね、一応ね。でも、
劇中登場してないんだよ。だからね、ハイパーフォーム、ちゃんと劇中ビデオだけどね、出てるやつはちゃんとあるんだよね、こうやって。でも、ギャレンは設定上でしか存在してないから、ギャレンはなし。こういうところで公式の見解が見れるのは面白いね。ベンゲル。多分ね、ランス、ラルクあたりはね、一緒だと思う。で、次が、ダンキ。この分ね、顔だけ見てもちょっと私わかんない。ダンキは、あれ？東北の鬼だっけ？なんだっけ？なんか、関東の鬼？忘れた。サバキは、ここに2個なんか、パイプがついてる人だったはず。サバキは、ここで変身する人なのか。エイキ。エイキの、音叉で変身か。で、シュキ。シュキはわかるよ。コト、ちっちゃいコトみたいなの。トウキは映画に出てきたよね。僧侶さんみたいな。きらめきはあれだよね、シンバルで戦う人だよね。ニシキはトライアングルみたいなので戦ってたよね。羽ばたきはなんか長い笛みたいので戦ってたよね。横笛かな。わ、すげえ、京介変身隊だ。京介変身隊は名前がついてないから京介変身隊なんだね。はい、白くなった響さん。で、次が天木。いぶきざ、いぶきざんき、とどろきさんがね、こっちにはついてないんだよね。多分召喚してるから。で、次がガタック、ハイパーテン。そして、ザビー。で、キックホッパー。で、パンチホッパーも召喚してるから、こっちはマスター。ダークカブト。うわ、ちゃんと低音になってる。ゼロノスのゼロフォーム。アルタイルとベガは、あっちについてるのかな？ニューテン王。お、ドゥグ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 。あ、違う。ベガフォームは、フォームライドになるんだ。あれは最強フォームじゃないから。ゼロフォームは最強フォームだから、こっちだけど。そっかそっか。で、次がガオウ。ってことは、ニューデン王のベガフォームもフォームライドに入ってんのか。
ガオーの変身音聞けるの貴重だぜ。ガオーのあの CSM、ウィングフォームとガオーと勇気がついてるやつで聞けるけど、これ、なかなか聞けないよ。いい、いいね、ガオー。ネガテオー。ああ、いいね。ネガのこのちょっと不気味なアレンジになってるやつ。そして次、勇気。これはスカルフォームかな？スカルフォームだね。これも貴重だぞ。めったに聞けないもん。だってデラックスこれに関しては出てないからさ、CSM じゃないと聞けないもんね。あれで。で、これが、勇気、ハイジャックフォーム。いいね。そして次が G.O。 そう、この辺がね、ガオーの変身音とちょっと混ざった音なんだね。そして戦、これはなんで戦これだけ入ってるんだ。セーブモードなんだけど、セーブモードってフォームライド扱いじゃないの？違うのかな？ちょっと、わかりません。戦は。セーブ、バーストモードはここじゃないのかな？セーブモードは普通のライドカードなのか？それか、戦のセーブは、これは、過去の戦ということか？フォームライドに戦入ってるのか？法則がわからなくなったぞ。戦のカードのおかげで。そこはフォームライドなのかな？バーストは。で、最強フォームの、ライジング戦。そして、ダークピバ。いいねー。そして、キバーラ。キバーラってこんな変身音だったっけ？わかんないな。キバーラをこうやって、チュッっていう音の方が印象に、深い。シャドウムーン。シャドウムーンってこんな変身音なのかな？そして、グローイング。こっからは、フォームライド。ああ。ブンって、まあ、パンチした時の変化の音だけって感じ。ライジングマイティ。まあ、フォームライドだね。ああ、ライジングの変身音に雷がまとった音が流れてるね。ゲーラー細かい。次がペガサス。この辺はゲーラー細かいよ。タイタン。次が、アメイジングマイティ。次がトリニティ。ああ、両方出た音がするね。次がバーニング。おお、焼け焦げるような音が入ってるね。え、君はどういう音が鳴るんだよ。普通にシャキーンだけど終わりじゃない？だよね。次
次がジャック。おうおうおう。そして次が、おお、これは一緒だね、フィリックだね。まあ鍛えて赤くなった姿だしね。あ、マスクついた。キャストオフのパーツが体についた音がする。すげえマイナーな音。ドレイク。すげえマイナーだよ、これ。すげえすげえ。あ、ちょっと低音だ。で、低音プラットフォーム。おん、おん、すげえシンプル。次がクライマックス。ケータロスの音入ってるね。おうおうおう。そして、あ、やっぱ入ってるね、こっちにベガ。ゼロドス、ベガ。おお。そして、ニューデンオのベガ。ニューデンオ、ベガ。うん、一緒かな？キバのドガバキ。キバ、ドガバキ。あ、そっか、ドガバキエンペラーは一応最強フォーム扱いになるのか、扱いとしては。そういうことだよね、最強フォーム扱いなんだよね。なるほど、なるほど。飛翔体。ただ、キバは、フライトスタイルって書いてるけど、特に裏とかは飛翔体とかとか書いてないんだね。次はロボライダー。え、ロボライダーマーク違う。あ、え、バイオもマーク違う。こんな感じで。こっちバイオね。こっちロボライダーね。ちゃんとその、キャラごとにあるんだね。へぇ、知らなかった。ああ、ロボっぽい。ボルデックシューターって言いたいね。ああ、液体っぽい。で、こっから固有かな、ちゃんと。1号、ファイナルアタックライド。ちゃんと1号の必殺っていうかライダーキックだ。次2号。ん？なんか電池が、あれだぞ？ちょっと1回外して、取って。電池のね、消費が激しいんだよね。ですね。これはもう電池がね、あれみたい。ちょっと、このまんま変えるよ。雑談とかしながらね。なんかの作業に一緒に見てあげて。これね、船船さんブログだったかな？CSM のブログ書いてる方もね、書いてたんだけど、電池の消費が激しいらしいんですよ、このおもちゃ。
なんでね、遊んでると結構こういうことが起きるよって書いてました。なのでね、仕方ないことだと思う。しかもね、今1時間、2時間ぐらいぶっ通しでね、動画を回しているわけなんですけれども、すると電池の消費もするよね。で、私ノーカットで今回やってるから、新品の電池に変えて撮影始めて、なので、それぐらい遊ぶと電池なくなるらしいです。ちょっと、電池の消費が激しいということをご了承いただいて、持ってる人はね、遊んであげてください。もしくは持ってない人は、電池の消費が激しいおもちゃなんだなと思っていただけると幸いですね。で、それを承知の上で、例えばメルカリとか中古ショップとかで買うようにするといいんじゃないでしょうか。オッケーオッケー。よし。じゃあ、気を取り直して2号の変身、ファイナルアタックライド。なんかファイナルアタックライドは2号と1号一緒な気がする。うん、ここは違うね。で、V3 じゃない、ライダーマンってことはロープアームってことかな。うわぁ、シンプル。X。X は大車両かな？はい、ストーンが。スカイライダー V3 じゃないこれスーパーワン V って書いてるから間違ってた。ゼクロス。ファイナルアタック、ライド。ゼクロス。ブラック。ファイナル。ブラック。キングストーンのキュ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 ンっていう音が入ってたような気がする。RX。ファイナルブラック RX。うん、リボルケイン刺したね。シーン、どんな音入ってるんだろう。なんか、バキバキバキとか入ってそう。うわ、なんか背骨をビキビキビキって抜いたような音がしたね。次は ZO。 ファイナルアタック ZO。 最後は J。 ファイナルアタック J。なんか巨大なライダーキックを決めたような音がしましたね。
はい、ということで、まずこっちのカードの方も、ひとまず終わりです。もう3、400枚のカードをね、多分読んだのかな ?300 枚かな、はい、っていう感じです。ちゃんと個別にね、なってるのが面白いですね。カードの読み応えがあります。あと、カードをいっぱいこうね、入れて遊んだりっていうのが楽しいですね、やっぱりこれはね。はい、ということで、まず、CSM、ディケイドライバーの方についてた、カードと、こっちの追加で買ったエクストラのカードまでは読み込ませました。ひとまずディケイドライバーの遊びはここまで。電源を切って置いときましょう。次はこちら。ケイタッチ。長いよ、こっからも多分。で、ケイタッチの変身音からやろうかな。こっちのね、番号に、で、セリフモードがあって、シークレットの音声が7音入ってるみたいで、そっちもね、やりたいので。で、電源を入れて、で、カードがね、実は、ブランクと、普通のとあります。これブランクね。ただ、ブランクを指しても、光が、光がね、漏れないんだけど、そう、光が漏れないタイプでやることもできます。そしてこれが通常のやつね。はい、これね、難しいんだ。画面見ながらやれるかな。じゃあやってこうかな。あー、難しいね。いくよ。いくよ、いけるかな。難しいね。これが初回ライ、初回コンプリート変身音かなっていうので、電源つけてから今のティーっていう一連の流れをやると初回の音声が流れます。で、次が、この状態で、これ初回じゃないからね。あー、間違った。うまくいかないね。あー、仮面ライダー押しちゃった。難しいね。これが初回じゃない方です。2回目以降。で、初回のやつだと、シュキン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 っていうのが入ってるって感じね。で、この状態で、押して、仮面ライダー、アルティメット。各ライダー呼び出し音が流れると。
はい、こんな感じでなって、最強変身っていうのが、最強コンプリートフォームっていうのがあって、電王が超クライマックスになってるのと、空河がライジングアルティメットになってる変身が、この状態で、C でキャンセル一回押した状態で、何も押さずはめます。はい、っていう感じでなります。あとは、まあ、あの、横につけた状態のやつね。あの、これを、本来はね、あの、ここで鳴らせてるんだけど、こう、ここに押して、やった時の音声っていうのがあって、それがね、鳴るのかな。ね、ファイナルアタックライド各種とテレビくん。テレビくんだけちょっと出そうか。テレビくん、テレビくん、テレビくんどこですか？ありましたですね。テレビくん。入れます。あ、電源入れて。こういう感じでね、音を鳴らすことができるのと、ファイナルアタックライドのカードだけでいいんだけど、どこにあるかな？これだね。これはちゃんとあれかな、バックル持ってきた方がいいかな。ちょっと持ってきてみようか。挙動が違うかもしれない。よいしょ、持ってきたよ。これね、これが取り付けるやつなんだけど、入れます。ああ、挙動合ってるね、これでね。問題なかった。合ってた、合ってた。音声は変わらないね。はいはい、オッケーオッケー。では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 、これの変身遊びはオッケーなので、これを抜いて最後のお待ちかね、これでこうじゃない、こうか、番号にして遊んでいこうかなと思います。こちらの方のセリフも結構何音か入ってるみたいで、よいしょ、セリフは全部で68音入ってます。では0 0 0、これがね全部で12種ランダムで入ってるみたい。ゼロゼロゼロ、己ディケイド。ゼロゼロゼロ、己ディケイド。ゼロ
シークレットのディケイドはどれなんだろう。ゼロゼロゼロ、オノレディケイド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 。ゼロゼロゼロ、オノレディ。ゼロゼロゼロ、オノレディケイド。ゼロゼロゼロ、オノレディケイド。ふん、オノレディケイド。ゼロゼロゼロ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 、オノレディケイド。わかんないね。でも、鳴ってるね。なんで、次001行きましょう。ゼロゼロワンディケイド。お前はこの世界にあってはならん。ゼロゼロツーディケイド。これが始まりだ。ゼロゼロスリー。いつか君の前に悪魔が立ちふさがる。すべてを破壊する存在、ディケイド。それが君の本当の敵だ。ゼロゼロ。私は許さない、ディケイド。ゼロゼロファイブ、ディケイド。ここがお前の最後の場所だ。ゼロゼロシックス、ディケイド。仮面ライダーたちと戦う悪魔よ。お前の存在こそが世界を破壊するのだ。この牙の世界も調和が取れていた。お前が来るまでは新たな牙が誕生した。破壊を求める牙が。ゼロゼロセブン。そうだ、私が預言者だ。ディケイドが世界の破壊者だという警鐘を鳴らすための。ディケイドは危険だ。君を死なせるわけにはいかない。私なら今すぐに君を自由にできる。ゼロゼロゲイト。ディケイドはライダーバトルの中で悪魔に目覚める。ゼロゼロナイン。まあいい、ディケイドによってこの世界も壊される。ゼロワンゼロ。この世界の実験は終わりだ。そろそろ行くとしよう、ディケイド。この世界もお前によって破壊されてしまった。ゼロワンワン。ありがとう、ディエンド。おかげで厄介者を始末できる。ゼロワンツー。ようやくこの時が来たね、ディケイド。君のために最高のライダーを用意した。ゼロワンツリー。さようなら、ディケイド。竜が用意した時かな。ゼロワンフォー。面白いぞ、ディエンド。お前とディケイドは決して相入れない。やがて滅ぼし合う。ゼロワンファイブ。崩壊する。電王の世界が。ディケイド、やはりお前は破滅を呼ぶ。ゼロワンシックス。残る世界はたった二つだが、今度こそこの兜の世界で、ディケイド、お前の旅は終わりを告げるだろう。ゼロワンセブン。残る世界はあと一つになってしまった。だが、ディケイド、そこがお前の死に場所となるだろう。ゼロワンエイト。ディケイドはすでに9つ目の世界を訪れている。ディケイドは全ての旅を終えたとき、世界は破壊される。ねえと、今018か。次は0。ゼロワンナイン。このままディケイドが旅を続ければ取り返しのつかないことになる。君が止めるのだ。ディケイドを止められるのは君だけだ。ゼロツーゼロ。おのれディケイド。この
の世界を得た。これからの君には幸福な人生が待っている。嬉しいよ、私も。で、次が。あ、間違った。ゼロ。お前の旅はここで終わりだ。この世界は仮面ライダーを抹殺する。お前の敵は、この社会全体だ。お前は必ず潰されることになる。ゼロ、ツー、スリー、ディケイド。聞こえるぞ、お前の悲鳴が。次の世界は、ゼロ、ツー、フォー。侵食される。この世界もやはり、ライダーに。あ、これ、真剣じゃんの世界か。ゼロ、ツー、ファイブ。始まった。ああ、血のナマコディエンドか。ゼロ、ツー、セブン。ディケイドに侵入された世界は破壊される。見ろ、すでにライダーの侵食が始まってる。この世界に最初のライダーが現れたんだ。ライダーなど全く不要だったはずのこの世界で、ディケイドのせいで。ゼロ、ツー。次か、これか。ディケイド。わからないか。今この世界が、全力でお前を排除しようとしているのは。ゼロ、ゼロ、ナイン。ここだけじゃない。あらゆる世界が、お前という異物に拒絶反応を起こす。もう旅を終わらせろ。お前は消えることで、世界を救える。ゼロ、スリー、ゼロ。ディケイドに関わったものは、すべて消えゆく定めなのだ。君も、夏美も、そして、お前自身も、ディケイドとは関わるな。すべてを破壊されたくなければ。スピーカーここか。ゼロ、スリー、ワン。ついに大ショッカーが動き出したぞ。これもすべてディケイドのせいだ。ゼロ、スリー、ツー。己大ショッカー。このままでは奴らが世界を奪ってしまう。これもすべてディケイドのせいだ。ディケイドの。ゼロ、スリー、スリー。安心しろ、ディケイド。次の世界で君の旅も終わる。いや、君自身も終わる。今度こそ最後だ、ディケイド。ゼロ、スリー、フォー。警告したはずだ。ディケイドは世界の破壊者だと。大ショッカーの世界征服は次々に広がってる。来なさい、君を助けてあげよう。ゼロ、スリー、ファイブ。逃げるんだ。しまった。この世界もすでに大ショッカーの魔の手が。ゼロ、スリー、ナイン。間違った。ゼロ、スリー、シックス。そうか。ディエンドの世界を渡る力があれば、大ショッカーの野望も阻止できるかもしれない。生き残ったライダーを集めて、力を合わせるんだ。ゼロ、スリー、セブン。ディケイドは全ての世界を破壊する。ゼロ、スリー、エイト。君は何も分かっていない。彼の通った後に残るのは、ライダーの屍だけだ。ゼロ、スリー、ナイン。ディケイド。君と慣れ合うつもりはない。だが当面の敵を倒すためなら仕方ない。見たまえ。ゼロ、フォー、ゼロ。世界の融合を加速させているのはアポロガイストだ。それを止めるには、大ショッカーを倒すしかない。頼む。世界を救ってくれ。ゼロ、フォー、ワン。ディケイドが全ての世界を滅ぼす。全ての仮面ライダーを。そして、角や司をも滅ぼすのだ。ゼロ、フォー、ツー。お待ちしておりました。どうぞ。ゼロ、フォー、ツー。そして私は、ゾルタイさ。ああ。ゼロ、フォー、フォー。さあ、服装が乱れているぞ。服装のたるみは精神のたるみだ。私が幹部になったからには、たるみは絶対に許さん。ゼロ、フォー、ファイブ。夏美くん、ディケイドのことを忘れるんだ。そして私たちの元へ来い。おじいちゃんも待っている。あ、死神博士だからね。ゼロ、フォー、シックス。ついに、スーパークライシス要塞が、復活したぞゼロ、フォー、セブン。ディ
048かし。ディケイド、お前は、お前は何なんだ。049、世界は再び混沌の時代を迎えた。おのれディケイド。050、私はドクトルゲー、大食家の偉大なる大幹部だ。そしてこのお方こそ大ショッカーの大首領、仮面ライダーディケイド。051、大ショッカーのクライシス要塞だ。その力を思い知るがいい。052、いやあ、悪の大幹部たち、ゴーバスターズとゴーカイジャーを始末するのだ。ああ、スーパー戦隊バーサス仮面ライダーか。オノレマーベラス。そっか、オノレマーベラスって言ってたね。よくやったぞ、豪快レッド。仮面ライダーディケイド。貴様らは我々の手の中で踊らされていたに過ぎん。間違った。戦隊とライダーが全滅した今こそ、ビッグマシン計画を実行するとき。056、クライシス要塞よ、我ら悪のしもべの祈りに応え、最強最悪のビッグマシンとなるのだ。闇の力よ、一つに。057、お前たちは死んだのではなかったのか。次が058の。汚い手を使いよって、それでも正義のヒーローか。059。ディケイド、何なんだお前は。060。所詮貴様らなど、ショッカー残虐連合の敵ではないのだ。061。すべての仮面ライダーと思うよ。私が相手だ。062、全てを破壊し、また新たな何かを生み出したか。己に聞いてよ。お前がいる限り、私の旅も終わらない。063、この世界を奪われたくないのなら、平成ライダー15人の力を結集せよ。064、悲しいかな。昭和ライダーが平成ライダーと交わることはない。その理由は、胸に手を当てればわかるはずだ。063。まあ、違うな、ちょいちょい。065。最初のライダーと最新のライダーの勝負。果たして勝つのはどっちだ ?066。そうか。外務は買わせたはずのライダーキックを、あえて受け止めた。それは、一輪の花を守るため。067。そうか。一応は反撃の機会があったのに、外務は最大の力を出せるまで待っていた。それだけ外務の強さに期待しているということか。ああ、そうか。エンディング二つあったんだっけ、これ。なんか投票かなんかだったかな。ちょっと覚えてないな。068。おのれディケイド、ライダーってのは、なんて素晴らしいんだ。なるたき、俺もそう思うっていうところのやつね。はいはいはい。で、他にも音声が2つある。あ、はいはいはい。100、通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけ。はいはいはい。100で、通りすがりの仮面ライダー、1971年。昭和ライダーと平成ライダーは所詮戦う定めってことか。この辺は同じだね。ディケイドライバーについてるのと。なので、2000年にするとクーガのセリフか。000。違うな。この男が戦うのは、誰も戦わなくていいようにするためだ。自分一人が闇に落ちたとしても、誰かを笑顔にしたい。そう信じてる。こいつが一
人の笑顔を守るなら、俺は、こいつの笑顔を守る！知ってるか？こいつの笑顔、悪くない。うん、ふんふんふん。この他のセリフは、あれだね。これだけに入ってるんじゃなくって、こっちにも入ってるセリフだね。では、ここからは、シークレット音声全6種。1個はね、000000で鳴る音声なんだけど、それ以外の6種の音声を鳴らしていきましょう。まずは、これ。ファイズか。はい。で、次がね、井上さんの誕生日。これはね、あの、開封レビューの時にもやった。はい、オリジナル音声。で、あと、ディケイドの、このベルトを手に入れたみんな、今度は君たちが世界を巡る番だ。仮面ライダー50周年、おめでとう。通りすがりの仮面ライダー、角谷つかさ。はい、ディケイドですね。DECADE で、デカで、で、ディケイド。453145ね。453145。まあ、アルファベットの順番ね。4番目は D、5番目は E、3番目は C、1番目は A、D、4番目は D、そして E っていう感じね。で、次が D、E、N、D の方ね。が、4、9、5、1、4、4、ディエンド、ね。おのれ、ディエンド！はい。ディエンドだとディエンドがこれがなります。で、次が、これカラーコードね。マゼンタのカラー、違う、ピンクのカラーコードだったかな。6、6、3、0、3、2、ピンクじゃない、マゼンタだ。はい、ピンクじゃない、マゼンタだ。これがね、ピンクのカラーコードになります。663032。663032でございます。で、次が、マゼンタの、カラーコード。530008。あ、間違った。530083。EC008C。マゼンタ。はい。ここまでがシークレット音声になります。はい。シークレット音声は、555のファイズで一つ。これでファイズか。で、0320で、コンプリートフォームの音声を井上さんが言ってくれるやつ。453145ディケイドと入力すると50周年おめでとう。そして495144ディエンドを入れると、おのれディエンド。そして次がピンクのカラーコード663032を入れるとピンクじゃないマゼンタだと言います。そして530083で、EC0683 だったかな、あのそのカラーコードね、マゼンタのカラーコードを、英語のカラーコードを言ってくれます。はい。これでね、全部の遊び終わり。ようやく終わったよ。長かったね、2時間半。こちらの方のね、すべての遊びを遊び尽くしました。セリフモード、カード、そしてこちらのセリフモード。そして、BGM 遊びだったりだとか、シークレット音声っていう形でね、やらせていただきました。こちらの、ディケイドライバー、バージョン 1.、あ、じゃあバージョン 2.0 ですね。いやー、遊び応えがあります。ちょっと2時間で、ババババッとこう、できるところまでというか、全部ね、遊ばせていただいたんですけれども、とても楽しかったです。
ここまで本当に見てくださった皆様ありがとうございます。とっても楽しかったね。すごい楽しい2時間でございました。2時間半でございました。ずっと喋りながら、まあ喋ってないところもあるけれども、ちょっと疲れましたね。けど最高に楽しかったね。はい、ということで今日はこちら、コンプリートセレクションモディフィケーションディケイドライバーバージョン2とケタッチのご紹介でした。ということで以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。